と言ってもいいんだろうと、こう思うわけでありますが、先ほど申し上げましたように、信頼しているということを前提で申し上げれば、日本有事の際に、米国の兵士が日本を守るために、命を危険にさらす、このコミットメントは非常に大きなことであります。国民の支持が必要だと言ったのはですね、こうした、アメリカの若い兵士たちにも愛する人たちがいるわけでありまして、大切な家族があるでしょう。そういう皆さんが自分にとって大切な人が日本のために命をさらすということについて理解がなければですね、それは、有効に能力を発揮するかどうか、この日米の同盟関係がですね、ということについてしっかりと我々の側もですね、考えていく必要があるんだろうと、このように思うわけであります。この命を、若い兵士が命を危険にさらすコミットメントは非常に大きなことであると、義務を果たすことは同盟の信頼にとって重要であります。またその中においてですね、日本がその能力があるのに相手を助けなくていいのか、しかもその事態は日本に及んでくる事態であり、そのために展開をしている米国の艦船を日本は能力があるのに守らなくてですね、果たして今言ったようなお互いがしっかりと、これは協力をして地域の平和と、そして日本の安全を守っていくという義務を果たしていく上において、それは問題がないのかということをですね、我々は常に考える必要があるんだろうと思うわけであります。信頼関係を不断に強化をしていくことは、これは日米同盟の強化になるわけでありますし、これ傍から見ている国々にとってもですね、この同盟関係は強化されているなということになれば、こういう国には手を出すことはできないなという、いわば、それこそが、抑止力に私はつながっていくんだろうと、こう思うわけであります。つまり、一切の隙を与えない抑止力を構築していく、これは絆においてもそうでありますが、むしろ絆は大変大切なものであると思いますが、その抑止力を構築していくことによって、地域も日本もより平和になっていくと、安定を日本人の命と平和な暮らしをしっかりと守り抜いていくことにつながっていくと、私は確信をしております。小村雅彦君。総理が前にですね、日米安保条約に従って周辺事態のときに、アメリカの船が警戒行動をしているときに、どっかの国が攻撃しかけてきた、日本が守れるのに守れなくてその船が沈んじゃった、日米同盟それで終わりだと、とても分かりやすく聞いたんで、そのことを言ってもらおうと思ったんですが、大体同じようなことを言っていただいてありがとうございました。シーレーンの機雷掃海に関しましてですね、これはやるんですかって私聞かれて、いや視野に入ってますよって言いました。北川さんが、機雷が敷設されたら直ちに機雷掃海ができるわけではないと、こういうことを言った。二人の言っていることが矛盾していると、一部のメディアが騒ぎ立てましたが、全然矛盾してないですよね。それが国の存立を危うくし、国民の権利を根底から覆す明白な危険があるような場合には機雷掃海できるし、そこに至らない場合は機雷掃海できない、ある場合にはできるということを私が言って、北川さんはない場合はできないよと、こういうことを言ったので、全く矛盾してないわけでありますが、総理にですね、いや具体的に どういうところまで行ったらできるか、あるいはこんなところだったらできないね、典型的な例話していただけますか。安倍内閣総理大臣。この、いかなる事態がですね、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、明白な危険がある場合に当たるのか、個別具体的なこれは状況に即して、総合的に見ながら判断していくものであって、今一概にですね、これだということをお答えするのはなかなか困難ではありますが、その上で一般論として申し上げるとですね、海洋国家である我が国にとって国民生活に不可欠な支援や食料等を輸送する船舶の安全確保は極めて重要であります。
例えばホルムズ海峡は幅が最も狭いところで約33キロメートルでありますが、我が国の輸入する原油の8割は、そして天然ガスの2割強がこの海峡を通過して日本にやってくるわけで、あります。ホルムズ海峡は我が国のエネルギー安全保障の観点から極めて、重要な輸送経路となっていると言えます。仮に、この海峡の地域で紛争が発生し、機雷が敷設された場合、我が国の石油備蓄はもちろん、約半年分あるわけで、ありますが、しかしその段階でですね、相当のこれは、経済危機が発生したと言えるでしょう。エネルギー危機が発生したと言える。我々はそれを何回も今まで経験をして、きました。そしてその機雷が除去されなければ、そこに危機として存在し続けるわけであります。誰かがその機雷を除去しなければ、日本のに向かってやってくる原油の8割がそこを通るんですが、8割はそこを通るにもかかわらず、誰かがやらなければですね、それは危険はなくならないわけでありまして、同海峡を経由した石油供給が回復しなければ、世界的な石油の供給不足が生じて、我が国の国民生活に死活的な影響が生じ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態は生じうると考えます。逆にですね、ホルムズ海峡の地域で武力攻撃が発生したとしても、それだけでは要件を満たすものではもちろんありません。それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断される状況に至らなければ、審査要件を満たすとは言えないわけであります。また海峡に機雷が存在しても、それが遺棄されたものと認められればですね、これは審査要件を満たすものではなく、危険物の除去として処理することができるという考え方を我々は取っております。小村雅彦君。よくわかりました。集団安全保障について内閣法制局長官にお聞きをいたします。日本政府は従来から日本有事の場合に個別的自衛権を日本が行使していた。その時に国連の安保理決議が出た。そうすると法理的、法の理屈の上では集団安全保障の世界に入るわけでありますが、その時今までやっていた武力行使はそのまま続けていいと、そういう解釈をずっと取ってきたと、こう思います。で、今度法律がしっかりできて、そして集団的自衛権を行使しているときに新たに国連決議が出た。そのときも全く同じ法の理屈、法理が通用すると、そういうふうに思いますが、それでいいですか。横田武家内閣法制局長官。お答えいたします。新三要件のもと、憲法上一定の武力行使が容認されるわけでございますが、その根拠はこれまで通り昭和47年の政府見解で示された基本的な考え方を踏襲したものであり、国際法上合法であるという理由によるものではございません。すなわち憲法上武力の行使が許容される根拠は、その行使の際に必要な国際法上の違法性組閣事由とは別のことからであります。したがって我が国が新三要件を満たす武力の行使であって、国際法上個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として違法性が組閣されるものを行っている場合に、国際法上のその根拠が国連安保理決議となったとしても、法理上は我が国が新三要件を満たす武力の行使をやめなければならないということにはならないと考えられます。どうぞ。小村雅彦君。今自衛隊とか
日米安全保障条約、国民の大多数が支持してくださっているわけでありますが、支持してくださっているわけでありますが、これ最初からそうだったわけじゃなくて、国論を二分していたわけであります。そして一方の人間は抑止力が大切だという、一方の人間はそうではない、かえって危険になると不安を煽った。どちらが歴史の審判に耐えたかといえば、抑止力が大切だと言った側が歴史の審判に耐えた、間違いないと思うので、自信を持ってこれからも日本の国民を守るために頑張っていただきたい、お願い申し上げまして、私の質問を終わります。これにて高村君の質疑は終了いたしました。次に北川和夫君。はい、委員長。